フリーランスの木野と申しますが、はい、いいですか。はい、はい、あの支援パッケージ、3月に発表された支援パッケージの関係でちょっとお伺いしたいのですが、これは、まあ、あの子ども主体者支援法の趣旨を踏まえてというご説明を、まあ、従来からされていると思うんですけれども、一方で、支援法ではですね、あの避難をしている人、それから避難をしていない人、あるいは県外、県内を、分け隔てなく、まあ、平等に支援をしていくというのが基本的な趣旨になったと思うんですけれども、支援法自体は、基本的には県内の在住者を支援するもの、あるいは帰還を促進するものに対して非常に手厚くてですね、県外避難者および福島県外に対する支援というのが、高速道路の無料化ぐらいしかですね、ちょっとあの特別なものというのは見当たらなかったのですが、この違いが出ているというのはどういう理由によるものなんでしょうか。あのそれぞれの施策について、それぞれの施策は施策に応じた地域がありますね。例えば、まあ、私も多少町の所管で詳しくはあの申し上げませんが、例えば、文部科学省の学校給食の検査、あれは確か私も対象地域は、複数の県にまたがってる、まあ、例えば9県ぐらいだったと思いますが、あのそれぞれの施策を見ていただくと、それぞれの施策に対応した地域があるんで、あの薄いとか厚いとかそういうことはないと思います。それぞれの施策の目的に従ってあれだけ の包括的な対応をしているわけでありますから、それはそれぞれの施策の対応を見ていただければと思います。あのただ、まあ、一方で、これは、まあ、あの意見聴取会等をやっていないのも要因の一つかと思うんですけれども、あの健康不安に対するものであるとかですね、それから仮設住宅、まあ、県外避難者への、住宅の支援等ですね、ここら辺が入っていないですよね。要するにあの直接的に新しい施策というのが見えていないと思うんですけれども、おっしゃられたことは従来からやっていらっしゃることだと思います。あの従来からやっていることと、それから継続的にやることもやることですよね。あの25年度予算で、それと、例えば仮設住宅については、例えば山形県の知事も最近来られましたが、例えばそれぞれの県で仮設住宅提供してますよね。でそれはあの実際の自治体、住んでおられた自治体がそこを対応するということになってますから、そこはそういう対応をしていると私は思ってあのおります。すいません、アワプラネット TV の白石と申しますけれども、まあ、あの今あのこちらの風評被害の対策パッケージもあったんですけど、先ほど の支援パッケージの方もなんですけれども、あの従来あった事業をやっぱりまとめるというのが非常に目立つというふうに思っておりまして、で先ほどからその子ども被災者支援法の趣旨を、まあ、よく読み込んでというふうにおっしゃってるんですけど、例えばこれあの96個ほどの事業が並んでるんですけれども、あのその中でですね、例えば高等学校の授業など減免事業とかですね、こういう事業というのは全国一律に行っている高校の無償化だったり、あのその他にも健康審査や健康相談の機会を通した生活習慣病対策、これもあの厚生労働省で普段からやっているようなその、まあ、生活習慣病対策というような形のものが、まあ、ほとんど、それからまあ震災後に沿岸部で実施されているものが多いと思うんですけれども、改めてちょっとその、根本大臣がですね、その子ども被災者支援法の理念というものをどのようにまあ捉えていらっしゃるか、ちょっと確認させていただきたいんですけれども。あの子ども被災者支援法の理念は、健康不安やそれに伴う生活上の負担を支援するということですよね。ですからそういう観点から我々はあの政策パッケージをまとめました。そしてあの政策パッケージによって、それぞれの地域で避難されている方への対応が行われますので、繰り返しになりますが、あの政策パッケージについては、それぞれの政策について必要な対象地域がある、それが重なってあるエリアでは各種のさまざまな施策が行われると私は理解をしております。まあ、これからもしっかりと、被
被災者の皆様のための支援の施策に取り組んでまいりたいと思います。それでは会見を終わります。